どうも平井博明です。今日はスライスが出る7つの原因について撮っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。平井博明のワンナップゴルフ。スライスが出てしまう原因の7つを解説していきたいと思います。まず1つ目、まず右脇ですけども、右脇は体から離す、絶対に右脇を締めない。結構多いのがこういうふうに締めて打ってしまう人が多いです。実際打ってみますね。めっちゃくちゃスライスしましたね。もうこうなるんです。もう右脇を締めた時点でヘッドが降りるって、こういうスイングをしてることになるんで、右脇を締めた時点でクラブヘッドは絶対遅れます。これもう絶対覚えておいてください。なんで右脇というのはフリーにしといてあげる、開けといてあげた方がいいんです。なんで構えをしたらここ空いてますよね。この感覚のこのスペースをキープしてスイングしてあげましょう。この感じです。もう右脇開けただけであんないい球入る。これポイントです。右脇は締めない、絶対締めない。ギュッて締めたらもう絶対右行きますからね。いいですかね。で2つ目、右肘、これ一番に近いですね。右脇に近いです。右肘、これも体に肘をグッと近づけてくる、まあほぼほぼ一緒なんですけども、肘の使い方、例えばこれがグッて内側に上がったり、大きくフライングエルボーって肘をこうやって上に上げたりするとクラブフェイスがブレて、まあほぼほぼスライスがもう8割9割出ます。なんでこれも右肘の向きというのは1番とほぼ変わらないんですけども、右肘がなるべく体に近づかないように、体から肘を遠くしてここのスペースを空けて打ってあげる。インパクトのまあ適正ではないですが、まあ理想の形っていうのはこういう形ですね。ボールが当たる時にこうやってなる、これは頭の中の理想なだけです。実際にボールを打つ時っていうのは伸びきってません。ここで当たって初めてエクステンションして腕が伸びきるっていうイメージをもっと持ってください。実際打ってきます。右肘が体に近づかない、ここにスペースを取ってあげることでヘッドが返りやすくなります。なので右に行く確率っていうのが圧倒的に減っていくわけですね。次に3つ目、右膝です。右膝というのは打つまでなるべく我慢してください。動かすの、アドレス取った時に向いてる向き、膝の向いてる方向をトップして、トップを作った時にはキープします。ずっと右膝の位置が変わりません。右膝見ててください。右膝の位置っていうのはトップ作った時には動きません。ここから悪い例をやりますが、ダウンスイングの時に膝が前に出る、トップ作ってここから前にこうやって出る人がいます。こうなると手元がこのまま詰まるんで浮いて、腕が浮いてトップします。スライスをします。なので右の膝というのは打ち終わるまで我慢してましょう。動かす場合は左膝に近づけるように内側にこうやって折る、これの動きだったら OK です。ちょっと打ってみますね。右膝の動き方に注目してください。いい球出てる。右膝が、じゃあちょっとナイスショットばっかり打っててもちょっと原因がちょっと分かりづらいので、ミスショット、右膝を出して打ってみますよ。よく練習場でいますよね、こういうミスが出ます。あとスパイクのここがめくれてスパイクダメになっちゃうんで、あんまりやんない方がいいです。右膝をこう出すっていうのはもう良くない。右膝というのはなるべく我慢、動かさない、体の捻転につられて動かすぐらいが
ベストです。自分から右膝をガンって動かすと、もう瞬間的に加速しますので、安定感とはちょっと異なってしまいますし、スライスが出やすくなります。次に4つ目、右手の手のひら、要は面を意識するってことですね。フェイス面と自分の右手の手のひらというのは同じ向き向きますので、このフェイス面をずっとまっすぐにキープしてたら、もちろんスライスは出ないです。ボールはまっすぐ飛んでいきます。なのでこの一番自分の手元で感じやすいところは、もう右手の手のひらになりますね。右手の手のひらをスイング中にずっと地面と垂直に動かしてあげる。このイメージすごく大事ですね。面を意識する、意識してちょっと打ってみますね。右手の手のひらを常に地面と垂直にキープ。一つ一つ丁寧にやるとめちゃくちゃいい球が出ますね。こういう球が絶対出ますから。右手の手のひら、要は面です、何回も言いますけども、面を意識してどこに自分の面が向いているのかっていう意識をすることがすごく大事ですね。そうするとグリップをしているグリップがずれなければ、フェース面はずっと右手の手のひらと同じ向きをしますので、右手の手のひらをキープしてあげた方がスライスっていうのはもう減っていくと思います。右手の手のひらが上向く人、これ悪い例としてちょっとやってみたいと思います。右手の手のひらが上を向くと自動的にフェースも右上を向きます。要はスライスが出るフェースの向きになりますね。なので打つときに右手の手のひらを上向かせてちょっと打ってみますね。ネット越えちゃう、それぐらい右に飛んでっちゃう、危ない右手の手のひらを開いて打つと、今みたいにもうアイアンで言うとシャンクぐらい右に飛んでってますね。これぐらい右手の手のひらが向きを変えてしまうとフェースアングルも狂ってボールはまっすぐは飛んでいかないです。これまあ逆を言えば、今度手のひらが左を向いたらもちろんボールも左に飛んでいきますので、そのフェース面、要は面を意識するということはすごく大事なことだと思います。5つ目、ウェイトシフトですけども、ウェイトシフトをするとなぜスライスが出るかということを今やっていきますけども、ウェイトシフトをしたがる方って結構いらっしゃると思うんですけども、何のためにやってるかだと思うんです。でウェイトシフトは飛ばしだけじゃなくて、これも体のこのバランスリズム、それを自分でこう掴む出すためにウェイトシフトをした方がいいんですけども、ウェイトシフトをすれば飛ぶと思ってやってクラブが振り遅れてスライスをしている人がほとんどです。例えばできればウェイトシフトっていうのは右内ももと左内ももないで動かしてあげる方がいいです。要は内側内側ですね、の中で動かしてあげる方がいいです。例えばバレーボールだったり野球の守備だったりって、こうやって内側でこうやってリズム取って待ってる方とかっていらっしゃると思うんですけども、そういう方がすぐ動ける、要はそっちの方が瞬発力が増すので、その中の範囲で自分の内側中で動ける範囲でウェイトシフトする方がいいですよね。ちょっとスライスが出る悪い例というのは外側です。もうウェイトシフトをすごくしすぎて自分で戻んなきゃいけない力を使って打ってる方、ちょっと大きいウェイトシフトでやってみますね。大げさにやりましたけども、すごいやばい球が出ますね。もう目の前が崖で OB だったらもう即 OB です。なんでああいうウェイトシフト、大きい体の動かし方っていうのはあまり良くないです。できれば自分の、先ほども言いましたけども、内もも両側の内もも内でウェイトシフトをしてあげる。なのでアドレスの時ワックルの状態ですね、この状態でもう内側内側に乗ってリズムを取っておいてあげてる。それでそのリズムの中で打ってあげるとめちゃくちゃいい球が出ます。内側ですね。ウェイトシフトは過度なウェイトシフトをしないことがポイントです。
ウエイトシフトを大きくしすぎるとスライスの原因になりますので注意してください。次に6つ目ですね、スピードオーバー。スピードを自分の最適なスピードで振っているかどうかっていうのがポイントとなります。まずは自分の適正なスピードがどれぐらいだかわからない人のためにちょっと打ってみますね。まず適正なスピード、まあ、スイングを今見ていただいたと思いますけども、フィニッシュでずっとバランス取って立ってられてますよね。これが自分の適正のスピードの範囲内で振ってるスピードとなります。次にスピードオーバーしてみたいと思います。自分の適正のスピードよりも超えてやばいスピードで振ってみます。こういうふうにスピード、たまたま今ナイスボール出ましたけどもああいうふうにフィニッシュでスピードが取れなく、フィニッシュでバランスが取れなくなってしまうショットを打ってしまうと体の回転の方が速くなってしまうんですね。なのでクラブが置いてきぼりになる、要は振り遅れですよね。振り遅れてしまうので、それが原因で右に行くスライスが出る確率っていうのは相当増えます。で、これ自宅でもできる、まあ、スピードチェックというかスイング の, まあ、バランスチェックというか、まあ、チェック方法ありまして、腕をですね地面と平行、クラブを45度前に倒します。でこのクラブと腕の角度をキープしたまんま右と左に動かします。そうするとスライス行く方、スライスする方っていうのはクラブがこういうふうに倒れて振るんですね。こういうふうに、これ要はこれが振り遅れです。これクラブが右に倒れないために何をするかなんです。そもそも振り遅れない倒れないスピードで振ってあげるか、それともグリップを強くするなり脇をこうやってしっかり開けてクラブをしっかり握ってあげてガッと振ってあげるとクラブが倒れないですね。右から左にクラブをこの角度をキープして回すときにクラブが右に倒れている人はもう間違いなく右に飛んでいきます。これはもう注意してください。これもうチェックできますんで、もうある程度の長さの棒だったら遠心力かかりますので全然できます。チェックアイアンでもできますので、ちょっとまあ家の広いところとか部屋で少しこう回して見てみると分かると思います。はい、次に7番、回転不足。回転不足っていうのはどこの部分を言ってるかというとインパクト後です。インパクトで当たった後に体を正面向けたまま腕とクラブだけでフィニッシュをこうやって取ってしまう。肘が曲がりますね。アドレスから左を向いた位置に持ってくると両腕伸ばしたまんまフィニッシュが取れるんですけども、体の回転が足りてないとですね、でもフィニッシュを取らなきゃいけない、取りたい、そうすると肘を畳んで左脇を抜いて無理やりフィニッシュの形を取ろうとします。そうするとヘッドよりもグリップが先行するんですね。こういうふうにちょっと打ってみますよ。やばい球出ますから。球が出るんですよ。やばくないですかね。ちょっと分かりづらいかもしれない、もう一回やってみますね。フォロースルーで体が回転が止まってしまう方、右のネットにグッバイです。体の回転がフォロースルーで足りてないと左肘を抜いてスライスしてしまいます。なのでフォロースルーで体を打ちたい方向、ターゲットに向けてあげることが大切です。ちょっと打ってみます。アドレスの形のまま打った後にそのまんまの形で左を向く、フォロースルーを取ってあげる。あんなちょっとで
いい球、これですよ、これ。これがですね、すごく大事です。アドレスの形のまま左を向いてあげるイメージ。これだけで少し頭を残してあげたら、もうそれなりに格好ができてますね。この形っていうのがすごく大事です。なんでよくゴルフの基本っていうのは、9時3時って言いますけども、本当にそうだと思います。本当に9時3時の間、この半分から下の半円の部分が腕が伸びきってて、体の回転だけで動かしてあげられればすごくいいスイングができると思います。あとトップのもう高い位置とかフィニッシュの形っていうのはもう自分の好きな形、要はもう自分がどういう形をしたいかだけです。基本の動きというのは9時3時のこの下の間のこの半円ですね、そこを体の回転です、体の回転で動かしてあげるということがスライスが少なくなるポイントの一つと思います。なのでフォロースルーで体を必ず回転してあげるということがポイントだと思います。以上7点ですね。You must say it's too much.